さあ行ってみましょう。どうもヴィーナスです。チャンネル登録よろしくね。今回はですね、ナイトドライブをしようかと思ってましております。まあちょっとせっかくなんで松本市内ですね、まあ松本市外かな、をちょっとね、あの観光地名所じゃないけどこんなところあるよっていうことで紹介していきたいと思います。ということでよろしくお願いします。特に観光地名所ってわけじゃないんですけど、今左側が信州大学ですね。松本キャンパスでございます。で、その隣が、信州大学の病院の方になりますね。さあ、やってまいりました。こちらはですね、浅間温泉入り口でございます。こちらが浅間温泉の入り口ですね。やってきました。松本市で温泉街っていうとここが思い当たると思うんですけど、結構駅から離れてるんで、まあ交通機関としてはバスで来るのが一番じゃないですかね。まあ、ホテル温泉宿が出てきましたね。まあ、今、中心、浅間温泉の中心部ぐらいに入ってきたんですけど、足湯がね、一箇所あるんで、まあ、そこが無料で楽しめるっていう感じですかね。湯坂通りです。ということで、次の観光地名所へ行ってみましょう。さて、今市街地の方まで、やってきました。ちょっと今ね、この辺も町の開発がある程度進んできてるようで、いろいろとちょっと道も広くなったりとか、まあ工事すごいんですけど、まあちょっと正面がね、今出てきたのが阿賀田の森、まあ、公園というか、まあ広場みたいな感じですね。建物がね、結構重要文化財みたいな感じで、古い、まあ、明治の造りみたいな感じでですね、残されているので、まあ、駅前通りからですね、直線で歩いてこれる道ではあるので、行きやすいかなと思います。では、次行ってみましょう。さて、やってまいりました。今、右手に見えるのが、松本市美術館ですね。まあ、草間弥生のオブジェがあったりとかですね。駅から歩いて来れる距離ですね。
で、すぐ左手にちょっと見えないかもしれないですけど市民芸術館があります。ちょっとねこのまますぐ行くと松本駅前なんですけど、ちょっとねこれをね右へちょっと行ってみたいと思います。右折レーンでね、ちょっと右の方へ。こう曲がるとこう曲がると、まあ、通称パルコ通りですね。まあちょっと、まあ、今ちょうどパルコのとこ来ましたけど、まあ、このパルコもねなくなってしまうということで、まあちょっと今回は見納めでございますということで、まあ、ここから、松本市中心部の飲み屋街ですかね、いっぱいあるような場所に入ってまいりました。さすがにここまで来るとある程度赤くはなってはいますけど、まあ今日も平日なのでまあそんなに人出てないですね。ちょっとなんか整備されたみたいで道が綺麗になっている、私もちょっとあまり知らないお店が増えてたり しましたね。結構賑やかな。ああ、まあ、中で飲んでる人たちは多そうですね。で、今、松本駅、を左手に、来ました。で、ここからが、駅前の、まあ、松本インターとか高速道路行くときはね、駅前からだとここからこの道を通るんですけど、まあちょっとここがね、昼間結構渋滞するポイントなんで、まあ、この辺までぐらいですかね。飲み屋街っていうと。まあ、次のポイントへワープします。さあ、やってまいりました。まあ、松本のシンボルといえば、まあ、正面にちょっと映ってるかな、松本城でございます。松本城の周辺、ほとりをですね、まあ、ちょっとぐるっと一周回ってみたいと思います。Thank you.
と見えないかな。若干見えるかな。木でちょっと見え隠れしちゃって、ああ、見えなかった。ちょうど今走ってるところが松本城のほとりの周辺を走れる道を回ってます。で、左手には、松本神社でございますね。この辺は官公庁が多いですね。裁判所があったりとかですね。まあ今ちょっとずっと走ってきたんですけど、松本市のこの市街の特徴としてですね、まあ一方通行が多いっていうのはちょっと有名なんですけど、まあちょっと今走ってて感じたのは、信号機がやたらと多い。ってのは感じましたね。まあ、なぜかっていう、多分この道がね、まあお城のその昔の作りから出来上がってる道と、この今になってね、道を増設っていうか、こう改築して増やした道とね、いろんなこう、時代のその時その時の道が出来上がってるので、こうね、その分ね、こう、交差点であらなんやらがね、多くなってきてる分、信号機が多くなったりとか、まあ、止まれもそうだけど、この、直進の道が少ないっていうね。まあ、松本市の市街地の特徴ですね。まあ、と言いながらずっとこう、今、松本城を、回ってきまして、まあ今ちょっと左手にファミリーマート、コンビニがあるんですけど、その正面が松本城のメインの入り口でございます。観光するんであれば、松本駅から、まあ、歩いては来れるんですけど、まあその歩いてきた時にはですね、まあこの、今右手に見えてる松本城の入り口、がメインの入り口になると思うんですが、本当はね、もうちょっと調べてきてもらえると、なんて言うだろう、門がね、ちょっと、こう、あってね、そこの門も、まあ、見どころだっていうことなんですけど、ちょっとその門の名前が、今のところ調べてないので、出てきません。ということで今走ってるのが、まあお城から、駅前、松本駅の方へですね、走ってく道をそのままなぞって走っております。まあ観光するんであれば、この通りが多分おそらく皆さんが来られた時に通る通りだと思うので、まあ、一番ここ撮ってた方はね、観光しやすいと思います。松本市立博物館が右手にあって、あとね、これはちょっと長野県得意ですけど、八十二銀行があって、長野銀行があって、みたいな、まあ、合併もしましたけどね。で、こちらが、時計博物館か。を右手に、今度ですね、これを左に行くと、これ有名な、中町通りでございます。ここも観光名所ですんで、まあ皆さん観光地、松本市、来られて、紹介、真っ先に来るのはここの中町通りになります。まあ、蔵の雰囲気を残した感じで、まあ実際は、昔ながらの建物はほぼないんですけど、雰囲気を味わえるということでですね。まあ城下町ということで、楽しんでいただけるような位置になっております。まあということでですね、
まあちょっと最初、まあ初めてだったんで、まあこんな感じに、の紹介にはなりますけどね、また今後はナイトドライブやっていきたいなと思っております。ビーナス、これなり TV。ということでですね、今回はこんな感じで終わらせたいと思います。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。